バター餅バター餅は、北秋田市で40年以上前から地域で食されて、北という郷土菓子。水に一晩浸した餅米をつき、他の材料を加えて混ぜて作られている。バターを入れることで時間が経っても硬くなりにくく、餅の柔らかな食感が保たれているという特徴があり、このことから伝統的方法で冬に狩猟をする、マタギたちの間で保存食として用いられていた。 長年他地域に知られることがなかったが、テレビ放送をきっかけに知名度を得る。北秋田市の特産品として、日本バター餅協会より認定されている業者は、13店舗存在する。日本全国物産展、第3回日本全国ご当地おやつランキングには、もちもち三角が、秋田県代表として参加し、全国デビューした。ハワイでは、 アジアからの移民によって持ち込まれた餅がハワイ住民や日系人たちに人気であり、特にバター餅、またはビビンカと呼ばれるバターを使った餅合子が定番の一つである。フィリピンからの移民によって伝えられたものと考えられており、餅粉、バター、卵、砂糖といった材料は秋田同様だが、それら以外にココナッツミルク、練乳、ベーキングパウダーなどが加えられており、 つくのではなく、オーブンで焼いて作られる。材料や製法が大きく異なることなどから、ハワイと秋田のバター餅の関連性はないものと見られているが、餅とバターと卵という組み合わせが何らかの形で関連していたと指摘する声もある。一説には、ハワイへの移住者が多かった広島県庄原市の泉、三つ津道が販売する土団子を起源とする説もある。ありがとうございます。